冬場になるとこのマウス触ってる手って寒いんだよな。新年明けましておめでとうございます。今年もどうかこのゆうさんチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。えい。はい、というわけでですね、新年一発目のネタは簡単な商品レビューからいきたいと思うんですけれども、今回はね、あの山商品とはちょっと関係ないんですけれども、あの皆さんね、テレワークの方なんかも増えて自宅でパソコン作業される方多いと思いますけれども、あのマウスを触っているこの手、冷たくないですか？この季節、私なんかね、ちょっと末端冷え性なところがあってですね、足先とかね、この指先とかがね、すごく冷たいんですよ。で、逃れようがないのがこのマウスを触っている手、左手はね、キーボード触らない時だったらこの膝の下からこうちょっと入れちゃってね、温めてポケット入れたりしてもできるんですけれども、この手だけはね、もうパソコンをいじる以上ずっと露出してますよね。なのでなんとかここ温める手段がないかと思ってね、いろんな商品検索してたんですよ。で、中にはね、この手ごと包むこんな可愛いやつ、こういうのもあったんですけどね、これちょっとアラフィフの親父ちょっとダメだろうということでですね、今回はマウスがそのままマウス単体で、温熱効果があるあったかくなるマウスっていうのをね、探してアマゾンで買ってみました。メーカー名がアナンコって読むんでしょうかね、これ中国のメーカーらしいんですけれども、アマゾン上での商品名がちょっと長いんで読みますね。マウス、温かいマウス、有線 USB 接続、オフィスマウス3色、 LED ライト、高精度ターゲティング4段階調整可能、 DPI、5ボタンっていう商品なんですけれども、 Amazon で1900円ぐらいで買いました。とりあえず開封レビューからやってますんで、こちらをどうぞ。はい、それでは開封してみたいと思います。なんかね、中国のメーカーだけあって中国語でなんか書いてあります。なんとなくわかるんですけど、読めません。裏にもなんか書いてありますね。なんか41度で、あったかいんだよみたいなことが書いてあるんでしょうか。よいしょ。ではオープン。こんな感じですね。あ、取扱説明書だ。おお、こんな感じなんですね。なんかコードが太くて長い、まあデスクトップを想定してるんでしょうね。ある程度長い方がデスクトップの場合はいいかもしれません。なんかちょっとアイロンとかこたつのコンセントについていたコードみたいに、ちょっとこう分厚いコードっていう感じですね。本体はこんな感じ。まあ普通に、まあクリック、右と左のクリックのボタンがあり、それからこれもスクロールのボタンですね。そして、これが多分温熱のスイッチなんじゃないかなと思います。こんな感じ。裏はまあ光学マウスならではのこういうランプがつくところですね。あ、ここにもボタン2つありますけど、これは何なんだろう。これはちょっと説明書読んでみましょうか。取扱説明書、日本語で書いてありますね。41度の温かいマウス。お、こちらは英語表記ですね。で、あ、こっち側日本語の表記で書いてありますね。はい、それではいつも使っているノートパソコンにですね、つないでみました。どうやらね、説明書を読んでみたところ、やはりこれが温熱のオンオフのスイッチらしいんですね。で、これずっとこう 2,3 秒押すと、わかりますかね、ここが今ねグリーンのランプになってるんです。で、また 2,3 秒長押ししますと、ここがね
破壊ランプに変わるんですね。今この状態でグリーンのランプがついてますけれども、これで、温熱が切れている状態です。そしてこのボタンを長押ししますと 2、3秒、ここが赤くなったのがわかるでしょうか。これで温熱がオンになった状態です。なのでこれは長押しで温熱がオフになったりオンになったりっていう感じです。でこの状態で温熱が入った状態らしいんですね。ちょっとこう触ってみてみますね。まだあんまり来てないようなあんまり来てないような、うん、まだあんまり来てないような気がします。お、来た。お、あったかい。うん、あ、結構あったかいですねこれね。はは、うんうんうん、あ、なるほど。おそらくね、このね、クリックするこのボタンのところには温熱はないんですね。このこっちか、ボディっていうんですかね、この手のひらに当たるこの部分のみあったかいのが来てます。おー、でもね、結構あったかいんで、なんて言うんだろう、こうやったり しなくてもこの手のところのぬくもりがこう指先もこうなんとなく温めてくれるような、そのぐらいの強さありますね。でこのボタンは長押しするとこの温熱のオンオフなんですけど、まあ単体でこうチカチカっとこう押せるんですけれども、これをするとこのマウスの何て言うんですか、この操作性の振り幅、私ちゃんとした言葉は知らないんですけど、一回押すとこうちょっとしか動かなくて、もう一回押すとこうちょっともっと振り幅大きくなって、またもう一回押すともっと振り幅大きくなるっていう、このマウスのポインターの操作性をこう変えるものらしいですね。同じ温熱のスイッチで長押しするとオンオフ、チカチカとこう短く押すとこの振り幅が変わるみたいです。あ、あったかい。これはこれはいいかもしれませんね。このサイドについている2つのボタンですけれども、これ説明書を読んだらウェブページ、インターネットでウェブページを見ているときに前のページ後のページっていう風に戻れるみたいですね。こういうスクロールボタンでこうページは上下に行くんですけれども、このボタンを押すと前見てたページに飛べるっていうことらしいです。これはね、特にこのマウスじゃなくてもね、お詳しい方いっぱいいるんだと思うんですけれども、とりあえずそういうボタンらしいです。はい、いかがだったでしょうか。今のところね、結構快適に使えています。もうね、夜遅くとか朝早くの作業ってのはすごい寒かったんですけれども、あれをオンにしておくとね、もう右手はポカポカしてきます。その代わりと言っちゃなんですけどね、この左手がね、冷たく感じるようになっちゃってね、左手をなんかこう置く台とかね、今度右手のマウスのところに今度左手持ってきて温めたりね、そんなことやってます。さてね、2021年ですけれども、コロナがね収束して、オリンピックとかできるといいですよね。なんとか社会が元に戻ることを祈っています。それではね、また近いうち定山でね、この間のねDS ドライのね、アンダーウェア、それからワークマンのアンダーウェア、あれの検証が残ってますんで、ちょっとね、あったかい日をね、探してね、このとこ大寒波来て寒いんですよね。あったかい日を探して、山に行ってみたいと思っています。それでは今年も、ハウトゥー動画か、バイク動画か、山登り動画でお会いしましょう。さよなら。